株式会社 FM 山形は山形県を放送対象地域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である。通称は FM 山形、愛称はリズムステーション。コールサインはジョアブ FM。JFN 系列教区。開局時から使用した愛称はボーイ FM だった。これはデジタル表記で山形送信書の周波数。 80.4を表すと、ボーイに見えたためであった。これは半年前に開局した J-Wave と合わせ、FM 局のコミュニケーションネームの走りと専門誌では記述されている。2010年4月1日より、愛称をリズムステーションへ解消、それと同時にホームページのアドレスを、これまでの h t t p b o y f m c o j p スラッシュから口実のアドレスに変更し、音楽番組を中心とする大幅な番組改編を行った。また、自社制作番組も大幅に増設し、金曜日に5時間半の生ワイドを新設する等の大改編を行った。ちなみに、5時間半という長時間の生ワイド放送は、 開局以来初めてのことである。2021年4月現在、自社制作の比率は JFN 加盟局の中では一番低い。月曜引く木曜は30分以上の自社、制作番組は夕方の生ワイド番組、ウェーブ4山形しかない。自社制作による平日朝の生ワイド番組は2020年3月までスタートアップが放送されていた。日曜については、 2021年3月まで5分枠のマンスリーハイパープレイ以外自社制作番組は一つもなかったが同年4月より夕方に30分の自社制作番組ミュージックピクルの放送がスタートしている。開局以来年末にはチャリティーオークションを実施しており集まった収益金は福祉用具の購入費に充てて山形県内の福祉施設に寄贈している。 読売新聞東京本社、宮城テレビ放送、朝日新聞社、東日本放送、毎日新聞社、河北新報社、当初開局自体に反対していた山形新聞社など、県内外の有力メディアが株主に名を連ねている。企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出展。 1992年3月31日2003年3月31日は2021年4月スタートの番組1ヶ月につき邦楽3曲、洋楽1曲、マンスリーハイパープレイとして選ばれる。選ばれた楽曲は1日数回オンエアされる5分間の番組マンスリーハイパープレイで紹介される。放送時間10時55分、12時55分、15時55分、 16時55分、19時55分、20時25分、23時55分、28時55分、現在は別のサイトに変更されている。自社制作による、平日の生アイドは、夕方のみという編成は、FM、青森やキス FM 神戸でも行われたことがある。過去には、日曜の自社制作番組として2015年9月まで、サンデープリズムが放送されていた。 2021年4月現在、東北の JFN 加盟局では、福島 FM が日曜日にミニ番組を除いて、自社制作番組の放送がない。第32回チャリティーオークション、商品紹介、リズムステーション FM 山形。2020年12月9日閲覧。4月1日12時頃より、FM 秋田、リズムステーション FM 山形。 FM 岡山、FM 山陰、FM 宮崎が配信を開始。ラジコ、2020年3月25日閲覧。やっと、FM 山形も、ラジコ配信がスタートスッツ。リズムステーション FM 山形、2020年3月25日閲覧。開局2002年10月13日は10、ワットだったが、長石など主に、 西沖多摩地域での受信状態改善を目的として、増力した。日本民間放送連盟、日本民間放送年間2015貢献出版、2015年11月20日、248ページ。日本民間放送連盟、日本民間放送年間2016貢献出版、2016年11月25日、255ページ。日本民間放送連盟、 日本民間放送年間92貢献出版、1992年11月、206ページ。日本民間放送連盟、日本民間放送年間2003貢献出版、2003年11月、211ページ。ABCDEFGHFM、山形非常勤取締役 FM、山形監査役 FM、山形常務取締役。 FM 山形専務取締役2019年4月放送開始。2019年3月までは金曜15時15時55分。2019年4月から2021年3月までは木曜12時12時55分にそれぞれ放送されていた。 2014年7月4日の放送開始2019年3月29日は11時30分11時55分の先行ネットだったが同年4月5日から同時ネットに移行した金曜のみマジフラマジックオンフライデーに内放されている番組開始当初の放送時間は13時30分19時の5時間半であったが2013年4月から 現在の放送時間になっている。番組開始当初の放送時間は、月曜日木曜20時20時55分。2013年4月より木曜のみの2時間番組となっていた。途中、19時55分20時 FM 山形ニュースを放送していた。2017年4月放送開始。ありがとうございます。